はですね、お久しぶりのアリーさんにお電話をつなぎしてラジオを収録しました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、アリさん本名出しちゃって大丈夫ですね。アリさん春彦さんです。はい、でもいつもアリさんって呼んでるからね。そう、アリさんね、うん、はい、そうなんですよ。でもアリに、はい、そう、あの CM ではさ、被り物もしてくれるね。なんであの写真を選ぶ。いや、よく撮れてたから。あれすごいよく撮れてて、あ、いいなと思って、単純に。なんか普段からね、そうしてるみたいに思われちゃうとね。写真をお任せしますって書いてたら、あ、 で探してたら、あ、この写真いいな、なんか素敵とか思って響いたの、すごく。そういう理由。かぶり、いいですけど、かぶり物をして、なぜこの写真。顔の角度とか、まあまあ、あの大ちゃんが多分撮ったと思うんですけど、大ちゃん撮った写真の中でパッと見一番こうビビビビッと来て、一人の写真の中では。あ、そうだったんだ。そう、それであれを選んじゃった。そうだったんだ。そうなんですよ、ね、まあいい感じでした。角度的にそう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 、実際あの、まあ、放送では話してないんですけど、引っ越しお疲れ様でした。ありがとうございます。いや、まだ終わってない、全然終わってない。これから片付けですよね。片付けというか新居でいろいろ二ほどきというか。いや、ここは大変です、ね、そうですよね、これからが大変ですね。新居で二ほどきできてないですよ、まだ自分の部屋、はいはい、うん、無理しない程度に。前の家にも大量にまだ荷物少し残ってた、大量に荷物残ってた。あ、そうなんですね。じゃあまだこう、あの何回か行ったり来たりしなきゃいけないんですね。うん、そうそうそう、大きいトラックに来て持ってったんですけど、積み切れて、ええ、そうそうそう、うん、合わなくて、あらら。へえ。まあ、あの私の親戚が多いところなんですよ、そこで。だから、まあ、そうですね、そうです。だからどこかですれ違うかな、うちの親戚とって感じはしますね。うん、ピアノの先生とかしてる。うん、そうですよね、のどかなんですよ。緑豊かで。さあ、あのラジオの方では、まあ、音楽活動のことも少しは触れてるんですけど、主にね、あのブロ君のパパ的な存在でいろいろお話し聞かせていただきました。ありがとうございますね。ありがとうございました。こちらこそ。ミュージックフォーピースでは、ね、ずっと音楽の話だったんで、うん、そうですよね、まあ、こちらはね、あのちょっと仕事的な話で、うん、あと、まあ、アリブロっていうユニット組んでませんでした、うん、ね、アリブロ。あっちはどうなってるんです。アリブロまたやりたいですね。ねえ、うん、うん、まあ、コロナが落ち着いた頃はブロはきっと もっと忙しくなってんだろうなと思うんですけど、うん、ああ今でも本当忙しいね、あの子はね、うん、うん、まあ、このね、当事者活動が本当ね、だいぶ認められてきていて、うん、今度あの子ども家庭庁っていうのが、ええ、申請されるじゃないですか、ええ、うん、はいはい、うん、これ申請する時のヒアリングにかなり当事者が参加してるんですよ。あ、そうですか。ね、うん、なんかあの現場の声をちゃんとすり上げてくれるよ、うん、そうね、スリーフラッグスの皆さんもね、結構ね、館長の方行かれてるみたいですもんね。そうです、そうです、はい、すごいね、どんどん声がね、そして響いていけばいいですよね。うん、うん、だから世の中が少しですけど変わってきたらいいなと思うんですけどね。ただあのこうやってあの今まで表に出てこなかった当事者の人たちが進んで出てきてくれていること自体がものすごく変わったことです、うんうん、そうですよね。あ、そっか、うん、以前のはもっと隠したい世の中だったかもしれないですよね。そう、まあ、あえて言う必要はないっていうのと、うん、やっぱりその言いたくないっていうこと、うんうん、ですから、もう社会に出たら、ね、普通の人なんて分かんないですよね、うん、そうですよね、うん、ですけど、こうやってね、ちゃんと表に出てきてくれてること自体、うん、あの世の中を変わり始める、まあ、一つの兆候ではありますよね。そうですよね、うん、じゃゆっくりだけど、いい方向に向かっていってるのかな。あ、向かっていってますね、うん、しかもそれが当事者の力で向かってるっていうところが、とても評価できるところだと思います。そうですね、
まあ本当に私たちの放送では微力でしかないのかもしれないけど、でもちょっとでも、まあ、こういう問題があるんだってことを少しお伝えできてればいいそうなね、と思っております。で、放送で、なんですね。どうぞどうぞ。まだまだね、魅力のある人たくさんいます。輝いてる人もいます。ぜひそういった方も呼んであげてくださそうですね、いろいろ。やっぱプロに言えば大丈夫そうですね、紹介してって言えばね、そうだそうだ、そうですね、ブロ君ね。放送なんですけども、6月の20日になりますね。越谷 FM のさっちゃんのハローホームタウン夜の9時、月9、越谷 FM の月9と皆さん覚えていただければ OK です。リッスンラジオというアプリをダウンロードしていただいて、越谷 FM を選択すれば OK なんですけど、日本時間の夜9時、世界中どこからですけども聞けますが、お楽しみいただけますが、日本時間の夜9時なので、ぜひね、私たちの、ね、番組をね、聞いていただければ嬉しいでそうす。ですね。では、アリーさん、最後にこちらの動画をご覧の方にメッセージをお願いいたします。もうね、左手のね、指先が柔らかくなっちゃったんですよ。そうなんですそっか。か。ギター全然弾けてなくて、あら。特にこの1ヶ月間、ギターをもうしまって、引っ越し先に持ってったってたんで、この1ヶ月間、ギターを触れてない。あら。そうなんですギターね。弾いて歌いたいです。そうそうですでよね。最近ね、番組では生ライブをお届けしてるんですよ、ちょく。私もね。だから、ちょっとね、生歌っていうのもありだなと思って。そうですね。ちょっと今度考えててください。よろしくお願いいたします。ぜひぜひ。もう、アリさん、ギター持ったとしても指が痛くて弾けないし。そっか。初心者になっちゃったっていうか もう本当にね、ぷにょぷにょです。でもでも私も柔らかいんですよ、弾いてるけど。でもアリさんならね、きっとすぐね、感覚取り戻すかなと、思います。F 抑えられなかったらどうしよう。いや、私最初から諦めてます。がっつり抑えないで、もう弾く弦だけ F は。だからアルペジオばっかり。そんな風になってますね。大ちゃんがすごいんですよ。大ちゃんがもうバレエコード、ガンガンあるコード譜を全部ジャカジャカ弾けちゃうんです。すごい、だから力があるんですよ。だからすごい、本当に。実は大ちゃんそうだった。だからいろんな弾き語りのシンガーソングライターの人が、普通このコードだとカポつけるよねっていう簡ていう単なか、コードに。カポつけても間に合わないんで、コード表からこれだったら何とか抑えられるかなっていうのを覚えてやってるだけなんで、合ってるかどうかはもう二の次三の次なんです。音としてまあなんとなく近いかなっていうのでやってるだけなんで。だから、なんていうの、むちゃくちゃ体力を消耗するコードでも弾き語りできちゃうんですよ、とりあえず。でもすごい疲れます。いや、これギター弾くのだけでも本当に大変みたいなのでも、なんとか弾けるっていうのがすごい、むちゃくちゃ力強いってことです。コツだけじゃあそこまでいけませんっていう。握力すごいですね。そうそう、多分そうだと思いどます。うなんですかね。そうなんですよね。まあ、また音楽活動もね、ちょっともうちょっと落ち着いたらね、そうですね。まミューた、ジックフォーピースも再開できたらなそうとです思うんでね。すけど、まだちょっと時リア間ルが。に、ね、アーリーさんともリアルにお会いして お話ししたいと思いますんで。そうですね、今後ともよろしくお願いいたよろししくお願いしまます。す。よろしくお願いしま番組を皆さん、いつもありがとうございます。聞いてくださいね。では、本日のゲストはシンガーソングライター、会社員の有田春彦さん、アーリーさんでした。ありがとうございます。ありがとうございありがとうございます。ます。